今日は県内で新たに574人が新型コロナウイルスに感染したことが分かりました。新たな感染者は静岡市が87人、浜松市が178人、その他の自治体の合計が309人となっています。浜松市で基礎疾患のある高齢男性1人の死亡が確認されました。1日あたりの感染者数は先週月曜日より200人近く増えています。病床の使用率は県内全体で 23.1% となっています。